タイヤ丸善ホイールストライクさあ始まりました。さあ始まりました。はい、うじゃちゃんもキャーでございます。はい、さあ今日は何をするかと言いますと、笑ってはいけないドライブ。もう単純です。笑ってはいけないドライブです。今から1時間ぐらいねドライブするんですけれども、笑ってはいけません。なんで、え、なんでなんでか、なんでなんでか、楽しくドライブしましょうよ。ドライブするんやったら。いやいや、ただドライブするだけは面白くないので笑ってはいけないです。どこに向かうの。ほんで、いや、でも適当に1時間ぐらい。なんなのそれドライブちゃうやん。笑ったね数が多い方は罰ゲームなんで。何すんの罰ゲーム。あの焼き土下座。ね、絶対嫌よ。絶対嫌やから、あんなもん。いきます。はい、ごめんごめんなさい。こわっ。ゆっくりすぎ、ゆっくりすぎって、謝罪がゆっくりすぎるって絶対嫌やで、ね、俺焼き土下座。焼き土下座だもん。いやいや、知らんやん。俺が言うのは分かるけど、お前がお前、いやいや、横で見てましたから俺。はい、でもね、やってもらいますんで、うん、はい、じゃあ1時間ぐらい。どこの適当に適当です。笑ってはいけないドライブスタート。さあ始まりました。よいしょ。まあ普通にね、はい、会話してくれたらいいんですよ。まあ、バーっとね1時間ぐらい、はい、うん、およそ5キロ先渋滞があります。ほんまか。あれ言ってんやろ。インバウンドでね、外国人の方多いね。多いね、うん、何も見に来てんのかな日本の。まあそれはいろいろあるやんか。日本にはいろいろあるやんか。何よ。笑ってるやん。笑ってるわ。いいやん。いや、笑ってない。笑ってないですよ。いや、今アウトですよ。ちょっとでも笑ったらですからね。いや、もうだもいるやん、ほら。何人やん。別に何人でもええやんけ。いや、別にそれ気になるやんか。いろんな国から来てんやろな、思って。気になれへんやろ、普段。まあまあ。はい。いいやん、はい。わかりました。はい。スタート。最近、バイク乗ってんのあるし。バイクはもう乗ってない。なんで？いや、なんか、やめてーって、奥さんに。危ないから。まあ、かもしれんな。うん、バイクって、二輪やったっけ。まあ、バイクは二輪ですよ。バイクは二輪ですよ。今、アウトじゃないですか。いや、笑ってないよ。いや、笑ってやんな。ちょっと離れ。はい。なったんだ。今のもアウトや言うてるやん。はい。バイクって、タイヤ何個、タイヤ何個あんの。まもなく斜め左方向です。その先、左方向です。なんなん、無理って。ちょ、待てや、無理。なんなん、洗剤みたいな。何がやねん。どうやって走るの。左方向です。いや、無理、走る。タイヤだ。笑ってるよ。いや、笑ってるって。お前が笑ってるって。笑ったやんな。いや、笑ったって、そっちが笑ったって。俺、1ずつ、1ずつ、お前も笑ったから、話し的するとき笑ったからな、お前。無輪ってさ、うん、その前ずっといてんの。そうよ。で、そこで平行いて、ブリンや。ブリン。なんで平行いて。ブリンって。アウトじゃないですか。じゃあ、待って、今のアウト？アウトですよ、それ。厳しすぎへん、なんか。およそ300メートル先、富久町西5、右方向。じゃあ、それだけ説明してくれよ。何をよ。平行いてプリン。平行いてプリン。うん。まもなく。どうしたらいいですか。説明しましょうか。今日これうるさいな、これ。止めてくれ。なあ。およそ1キロ先。でも、でもうるさいね、これ。止めてて。止められへん。なんだから。なんで止められへんの。なんか喋るよね。かわいいおばあちゃんおんの。声綺麗やな。声綺麗やね。おばあちゃんにしては。おばあちゃんにしては声綺麗やな。もうええってそんな。そんなファンたちいらんの。アウトですね。ちむちむと笑ってるやん。今日天気いいね。でもどうや、短パンやん。どういう時に短パン、よし短パンってなんの。短パンにもいろいろ長さがあるのよね。短パン長すぎて長ズボンになる時あるのよ。見たわかるやん。左方向です。何ぶたけやねんそれ。俺もあるで。なんかそういうどういうこと。別にそんな意識せんと
その長ズボンを履いたら、うん、短めの長ズボンっていう場合もあるからな。左方向、神田橋方面です。意味分からへんな、短めの長ズボンって、うん、今日暑いから短パン履こう思って、うん、履くやんか、うん、もう履いたつもりが履いてない時あるからな。履いてる動作はしてるの？動作はしてる、動作はしてる。アウトですね。なんでしてんの？何？なんでしてんの？動作履いてないんやろ。だから履いてると思ったら何も履いてない時があんのよねって。俺なんか動作してないけど履いてる時あるからね。履いてる動作してないの？履いてるっていう時あるからね。それもどういうこと？短パン見つめてたらもう履いてるやんっていう時ある。まもなく左方向。誰か履かしてこれたってこと？え？確認してない。そこは確認してないけど、あるやん。その何を？監視カメラ、監視カメラみたいな。監視カメラ、監視カメラみたいな、防犯カメラみたいな、うん、うん、どこで一回確認したことあるけど、ボンって出てきた短パン、これの腰の部分からボン、いきなりふわって、もうここに、そうそう、ここに薄くなって濃くなって開いてるってなってる。何言うてんの？何言うてんの？いや、お前やん。お前が何？お前なんでボワンってなんねん。どっちが好き？何と？天気悪いのと、いいのと。皆さんはいい方がいい。雨がさ、うん、お前の好きなコーヒーやったら雨の方がいいやろ。浴びるんが嫌やからな。飲むんが好きなだけだって。コーヒーは。缶コーヒー、うん、が降ってきたらどっち？いい天気と上からお前の好きなコーヒーが降ってくる。いや、それはお前アウトです。普通に笑ってるやん。いやいや何笑うとかあったん今。聞きたいやん、缶コーヒー降ってきたら。違うね、こうやったらふわーってゆっくり、お前の好きな。バレてる、バレてる、バレてる。アウトですね。もう雨ちゃうやん、ほんですよ、もう。それ何やねん、ゆっくりコーヒー。お前も。ゆっくりコーヒーが押してくるって何やねん、それ。俺の手乗るのはええわ。他のコーヒー、どこの、誰の手乗るの、女の子。わーっと落ちてくる、コーヒーは。一個だけ落ちてくんの？ちょっと、トーン下げて。ちょっと怖いね。いや、わけのわからんこと言うから。ガッツめんのやめて。ああ、いや、違う、わけわからんこと言うからや。それやめよ。いや、別にわけわからんこと、こうスッて鼻の血がこうやったら、唐揚げまた好き。唐揚げは何が、やっぱり大人になって変わるって言うやんか。昔は若い時唐揚げ好きやってたけど、うんうん、大人になったらな、年いったら変わるって言うやん。変わったやっぱり。いや、食何や、ほら、あんな好きだったよ。チンジャオロースとか。私はあんま好きじゃなかったけど。あ、でもピーマン。ピーマン入ってなかったけど、ピーマン。ピーマン食べれなかった。食べるのあった。なりました。広告したんや。ありがとうございます。今度怒るわ、ピーマン、じゃあ、家に。いや、作ってるの？いや、スーパーで買って。別に自分で買うよ、それ。いや、そのピーマンが好きやったら。ピーマンだけは好きじゃないのよ。あ、チンジャオロースが？チンジャオロースが好きなのよ。肉詰めとかは嫌いなのよ。チンジャオロースと、うん、10万円どっちかもらえるだ。どっちもらうのじゃ。いや、10万円で買えるからな、チンジャオロース。いや、でもほら、作る手間とかあるやんか。あるな。どっち？いや、10万円もらうな。めっちゃうんこついてるね。何に？もう見えへんぐらい埋まってるやん。埋まってるやん、じゃあ。アウトですね。はいはいはいって、ないね、最後の晩餐って言うやん。最後の晩餐に言うやんか。うん、お前じゃない。そんな高級なもん俺多分食べへんと思う。うん、白飯に、うん、味噌汁ぶっかけて、あ、天かすを山ほどかけて食べるんちゃうかな。あと、まあ、餃子やっぱ好きや。
ザかな。うん。今度食べる。うん。が、うん。10万円もらえるか。そう、10万円。10万円。うん。でも待って、死ぬ前やろ。死ぬ前。死ぬ前やったらその10万持てるのしゃあないから、それ餃子や。どこ入ってるけどね。お前の命はあと1時間やって言われてるけど、餃子にはどこ入ってるから、あと40分ぐらい生きれたら死ぬで。いい？それでも。じゃあもう餃子食べて死にたいわ、じゃあ。もう死ぬ、どうせ死ぬんやったら、ね。あ、毒ですけど。はいはいはい。ちょっと音楽でも聴く？いつまでもいつまでも走れ走れ無輪のバイク。誰が歌ってんの？ちなみにこれあの KAZCO カズコ。あと。いつまでもいつまでも走れ走れ裸足で走れ。あ、何やねんそれ。何やねんその歌。何やねんって何やねん。気持ちいいね、でもね、ほんと。ほんまに。なあ。ビオリちゃビオリね。うん。ずっとほら家おったやんか。やっぱり脳動かさへんからさ、脳がその、まあ、退化していくじゃないけど、まあ、頭の体操みたいなせなあかんな思って。俺ほらよく逆言葉みたいなやったやんか。やってる、まあ、言ってたよね。言ってたやん、うん、例えば3つマングローブやったら4つチンバットとか。例えばって言われてもそうならへんけど、うん、そうよ。だからちょっと出すわな。それいけ、アンパンマンの、はいはいはい、逆の、うんうん、大義語なんかわかる？大義語。それいけ、アンパンマンね、うんうんうん、まあまあ普通に、はい、うん、ここ俺クロワッサン。違うな。違う違うって言われても俺はやっぱアンパンマンやからさ、うん、正解聞いたい。正解何？もう帰ってくんのバタコ。もう帰ってくんなてバタコ。手入れた方がいいかな。大河ドラマでさ、前あの、うん、どうする家康みたいな、ね、わあった、見てた俺。見てた。うん。大河わかる。大河どうする、うん、いやもうな、大変難しいな。ちょっと難しい。ちょっと難しいかな。どうする家康やん。うん。わからん。わからない。大義語は。大義語何？正解はなんですか。こっちみんなザビエル。ちょっとすいません。その家康の反対って。合ってるんですか、ザビエル。合ってます。それは。アウト。いや、ずるいな。いや、ずるいな、それ。何が？もちろん、もう、なんて、どうする家康の反対なんて。こっちみんなザビエル。どうするの反対が、こっちみんななんですね。ああ、ちょっと、
お前の中の方程式やからさ。まあまあごめんなさいな。ドラマとかヒットしたドラマとかなんか映画とか入れてくれたら全部、うん、逆にするけどね。なんかある最近ドラマとか。最近なんかあるドラマとか。不適切にも。ああ見たー。ああ見たな。不適切に戻があるやろ。はい。逆でしょ。逆。相見て。それはもう。適切に対処できないでしょうかやな。人普通？そうですね。適切に。だって。アウトです。お前も笑ってたで、原西も。すごくストレートな。まっすぐな意見が来たから。強豪金。さあ、じゃあ、はい、もう、ねえ。そろそろ1時間経ちましたね。1時間経ちましたよ。ああさあ、ね、どっちが笑った？回数ですか？はい。多い方が負けですからね。笑った回数。はい。発表していいですか？はい、お願いします。原西さん13回。うん、はい。藤本さん15回。よっしゃ！よっしゃ！嘘やー！マジか？よっしゃ！なんか微妙な、なんか見逃してもらったとこあったで。それはもうお互い様ですよ。また焼き時計。はい、ということで、罰ゲームは、牛本さんなので戻って焼き時計座していただきます。ええって、はい、俺じゃないやろ。戻りましょう。超合金。それが12秒なんで13秒いっていただかないとダメなんで、フジモンによる焼き時計座。楽しそうに言ってみました。楽しそうに。だから恐怖心消してくださいね。さあ行ってください。これ謝らなかった。これそうですよ。なんかよう謝ってるな俺。必要以上に笑ってしまってすいませんでしたって言って。はい、必要以上に笑ってすいませんでした。いや、そういうルールなんでね。笑ったらもういけない。はい、わかりました。はい、はい、必要以上に、はい、笑って、はい、申し訳ございませんでした。くわー、入ってください、あー、入ってください。ちょっと、あっ、こげ、あっつ、ちょっと、あっ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 、あそこまで言いたいで、もう言ってもらわないと。じゃ、めちゃめちゃ熱いね。もう一回ってなるからな。もう一回ってなるからやんか。押し付けてはない。押さえてるだけやから。すぅー。な。ということで、以上、笑ってはいけないドライブでしたー。ありがとうございました。すぅ。あ、癒やしてくださいね、顔ね。はい。すぅ。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。